なんでだろう。このお面を見てると、全身に鳥肌が立ってくるんだ。っていうか、なんでを染めてるのよ。それを説明する前に、一つ質問をさせてください。お二人は、男の子に対して、どのように思っていますか？どのように思うも何も、男の子だろ、ザイレと同時なんだな、くらいにしか思わねえよ。っていうか、性別に対して特別何か思うことなんてない、ま。いえ、違います。私が言っているのは、男の子のことではありません。男に娘と書いて、男の娘です。わかりやすく言えば、女性のような見た目で女性服を着こなす男性のことです。気持ち悪。ゲージやねえか。まあ、これかの反応ですよね。このお面はゲイフォークのお面といって、こうむると男性が男の娘に見えるようになるお面なのです。なんでこんなもんが存在するんだよ。男が女にまみえったって意味ねえだろ。まあ、つけてみればわかりますよ。とはいえ、今は男性はデルタしかいませんので、キャスティがつけてみてください。う、オカマのデルタなんて見たくないのに。とか言いながら、なんで笑ってるんだよ。すっごく気持ち悪かったら、後ろでから帰るでしょ。チエツ、それで、なんでこんなわけのわからねえお面が存在するんだ。簡単に説明するなら、人間にも知恵のの感覚を体験していただくためです。彼ら力性別がないのは知っているでしょう。ああ、そういやそうだったっけか。それがどういう感覚なのかを体感していただくために、このお面は作られたのです。なるほど、理由はよくわかったぜ。けど、それを体験することに何か意味はあんのか。あくまでも、どういった感じなのかを体験する。それ以外の目的はありません。俺は絶対体験したくねえな。つてか、キャス。何つ。何じゃねえだろ。さっきからガン見しすぎだぞ。そんなに気持ち悪く見えるのか。違うわ。ゾウじゃなくて、その。美しく見えるの。わ。本当よ。カノン、あなたも見てみて。ふふつ、大げさですね。いくらなんでもそこまで。つ、こ、これは？お、およい、どろしたんだよ。素晴らしい。まさに
息を呑むような美しさ。美しい絵画を目にした時に感じられる、あの荘厳さすら感じられるような。いや、待てよお前ら。ほら、よく見ろ。気持ち悪いだろ。いやん、滅び。キャスティ、もう一度つけるのです。出る言う。今のをもう一度。ブレ、やん、滅び。はい。どうだ、気持ち悪いだろ。やだ、どうしよう。あまりにも美しすぎて、デルタの顔、見られなくなっちゃう。やめてくれよ、気持ち悪いって笑われた方が100倍マシだ。デルタ、あの美しさを見せられては、笑うなんて不可能です。そうね、デルタ、あんた本当に、息を呑むほど美しかったわ。このお面、二度とかぶらせねえからな。